本日、2023年、9月2日、朝の9時31分、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。昨日のワールドビジネスサテライトなんですけども、大江真理子に向かって、かまど発電とかね、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、マグマ発電、まあそれらのもの、まああとはまあ太陽光パネルは行政が動きや法改正すればいいだけの話なので、あと電力会社がね、でいやいやもう太陽光パネル全員屋根の上開け渡しなさい、高架とかね、ビルとかの横の壁面とか日照効率良いところとかって、もうそれで強制的に太陽光パネル貼り付けていけばいいんですよ。固体式のダムの上とかね。だからそれで25年経過しても全く何も進んでないよっていうことを僕はワールドビジネスサテライトに言っていたら、大江真理子は別の人間と話していたのか、コンピューターに全然違う内容を聞かされてたのか、好きとか何か好きとかなんかそういうふうなことを言ってるんですよ。だからもう会話は全然成立してない。僕が喋った内容に対して返答をできる人間はワールドビジネスサテライト長い間それしてなかったらもう能力かなり低下、もう多分コンピューターから脳にアクセスされてる、全然違う内容で、本人にその自覚がないで、淡井圭介の顔を取って自分の顔きれいになってる、昔もそれ何回か言ってる、もうだからもう公にします。で2019年の後かな、テレビ朝日へ行ってウガンダ詰めをしっかりとして話し合いしないで、眞子さまも同じで、眞子さまは私たちも上の人たち、あの人たちの言うこと聞かなきゃならないしって言って、まあとも回しだから、まあ、それって政治家のことでしょって、国会議員とか、まあ、そういう内閣とかね、総理とかそういうことでしょって、で、天皇陛下の方が上だしとか、なんかボソボソと言ったりとかしてるんですよ。で、全員逃げに入っていて、自分がその話をつなげて淡井さんを誰それさんに会わせてあげよう、殺しないから物事が何も進んでないのであって、震災性可能でいいですよ今頃だって、ね、25年前から言ってるんですよ。まずかまど発電から始めてもよかったじゃないですか。で、河川水門開閉式ダム発電もある程度阪神淡路大震災の瓦礫の撤去とか終わったらできるんですから、本当に。で、他の他の都道府県とかでもね、他の建設業界の人たち、河川水門開閉式ダム発電とか作ったらよかったじゃないですか。自動車メーカーだって、その河川水門開閉式ダム発電の生産の方にね、人を一旦振り分けてもらって、その間中古車販売しておいたらよかったじゃないですか。それテレビで放送して、今も協力する時期だからって、政府の直轄の下で。だってね、25年経過してね、じゃあ経済の話からいきましょうか。まあエネルギーの残存量問題の方が本当は重要ですよ。これがね、世界国税税っていうもので、これも私が、1998年頃、フルーツラパークで勤務してる時に、この関係者の人たちに、君ならもう公開してくれたらいいからって、もう本当はこの人がお金出して買ったもんなんやろって、みんな見せてええんやろって、本当はそうって、2人で言いに来たこの関係者の人たちがいました。で、これね、もうだいぶ前ですけども、2012年のデータ、これね、ドルなんです。100万ドルで輸入、ここ見てください、原油。いくらに見えます？この単位で、すでに奥の単位なんです。一番下の桁が。15兆円ほどです。だいたいこの頃、1ドル100円ぐらいの円相場だったかな。もう為替相場、今ちょっと極端に動いて、今1ドル昨日で、145円台で、安倍政権の時に一回世界に協力してもらって1ドル125円ほどの年を、1年間継続して行ってもらいました。これでもう今頃ね、日本本当はあの時から始めていたら、その1998年からね、みんなが本気になって、もう今頃電気自動車ができてるんですよ。で、自然生成可能エネルギーで電力もうほぼほぼ全部賄えてる状態になってるんですよね。だから貿易輸出入プラスマイナス、これ見ただけで石油関係だけで
ラスマイナスでいくと30兆円変わります。石炭だけでも約3兆円輸入してるんですね、2012年のデータなんですけども。で、液化天然ガスがこちら、7兆5000億円ほど。もう大体でいいです、大体で。あと、その年その年によって増減とかありますし、コロナウイルスの時に渡航制限とかかけた時ね、あの時はさすがに消費量かなり減りました。だから輸入する量がかなり減りました。こういう状況があるので、プラスマイナス、本当はね、もう今頃貿易輸出入30兆円違ってましたっていうことになるんですよ。エネルギーの残存量問題も解決していたでしょうし、個人情報方法なんてものを作って、少子化とかそういうふうなことしなくてよかったし、日給歩合できたかとか、こんな余計な法律もいらなかったし、給与の算定表があれ、通りに行っていればね、あとはちゃんと頑張って働いてしっかりとした売り上げがあったらボーナス出るよとか、住居手当つけれるよとか、扶養手当つけれるよとか、そういう話になってたんですよ。もう話全部ガタガタ、本当に。全員各報道機関、本当にこの話真面目に受け入れてください。そこでね、全然違う話の内容を喋ってこられたら、もうあかんわってなるんですよね。で、これね、今まで歴代の総理にもそれなりの責任あります。電話かけて僕に直接会いに来たらよかっただけだから。国会も最高裁判所並みの機能あるから。で、もう同じ、もうそれも世間に公開した方がみんな分かりやすい。エネルギーの節約の部分に関してもね、例えば夏場だったら僕シャワーだけ済ませてるから、水の湯なんか使わない。そのお湯のシャワーに関してね、風呂なんかもうどんがいどんがい、もうずっと耐えてない風呂なんか。で、冬場よっぽど体調悪い時だけ風呂沸かす程度、あとはお湯のシャワー。もう夏場なんかもう日中とかにも頭洗ったりとか、もう朝でも夜でも同じ。それで涼しくなるから、一瞬ちょっと寒いけども、シャワー浴びるなんかもう5分で終わるから、体洗うの、頭洗うの、それでちょうどいいぐらい。もう毎日160リットルもみんな風呂沸かしてたらね、人口何人いるか分かるでしょう。家のね、お鍋の湯沸かすんでもあれだけガス使用してるんだから、常識身につけないと。それぐらいみんなが節約したら、そのガスで大きなトラックとか走らせれるでしょ。航空機も飛ばせるし。火力発電所なんかもう全部、いざという時の予備電源だけでも、もう老朽、完全に古く老朽化したところはもう解体。だから皆さん本当にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、着信履歴がね、つくような形にしていただけませんか。で、日々私が言ってる内容を聞かなかったら、もうみんなほったらかしに自分が知る場合じゃないっていう自覚を持つことなんです、本当に。で、各自がしっかりと淡井さんのその喋ってる内容を YouTube で聞いてもらって、そうしなかったら理解が生まれないから、それで物事を先に進めましょう。淡井さんはもう一人でも高等裁判所で頑張ってたらなんとかなるかと。もうそう、多分それじゃ無理だと思う。本当に。何も動かない。だって経団連とか覚えてくれなかったんだもん、今まで。ずいぶん前からもうホームページとかに載せてるでしょ。河川水門会式玉発電とかだって。何の援助もしてくれてないんだもん。もう、してることはその辺の山切り開いたりとか、もうめちゃくちゃなことばっかり。あるって、もともと黒猫山本さんの物流センター。他にもあるから。人口少子化で、老朽化してる物流センター、そこ解体。伊藤ハムさんも阪神物流センターに、あったんですけど もう今でもあります。建物ほったらかし、だいぶ前に倒産します。そこ解体したらよかっただけ、森木で開くだけ、無駄。その岡場のところはね、で、西宮北口のあのインターチェンジの近くのところ、あの辺はもう何も岡から手つけなかったらよかった。これが答え。行政がとぼけてる。だからもうちょっと行政関係、もう裁判所に呼びますわ、本当に。で、訴状これいくらあっても足らないから、率先して、高等裁判所の人間が、裁判官が呼び出せばいいんですよ。神戸金
県議会と、まあ、神戸市議会と県議会で、どうせ大阪の県議会とか呼ばなきゃならない形になりますから、いろいろ写真撮影した時ね、工事の建て看板、愛知県とか大阪府とかだいぶ話混ざり込んでるんでね、もうエネルギーの残存量までこれ本当に早急に解決することで、片や太陽光パネルの設置とか河川水門回帰し玉発電の設置とか生産で、まあ、あと運搬で、仕事になるから。以上です。